これより日程代に副議長の選挙を行います。選挙は投票で行います。投票用紙をお配りいたします。念のため申し上げます。投票は短期無記名で行います。選挙の結果をご報告申し上げます。投票総数13票、有効投票13票、無効投票0です。有効投票のうち渡辺正治議員7票、栃木隆議員6票、以上の通りです。この選挙の法定得票数は4票です。したがいまして渡辺正治議員が副議長に当選をされました。ただいま副議長に当選されました渡辺正治議員が議場におられます。岩船町議会会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。これにて暫時休憩いたします。休憩前に引き続き再開をいたします。副議長に当選されました渡辺正治議員のご挨拶をお願いいたします。ただいま議員閣議のご指示をいただきまして副議長に選任されました。こと光栄に存じ、責任の重大さを痛感し、議長の補佐役として精一杯努力する所存でございますので、今後とも皆様方のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶に返させていただきます。ありがとうございました。